と新さん新さんの答えに共通しているというのは自分がどっちを取ったと思ってないということですね。わかりましたか。長寿長命の人がね、特徴をね、自分がどっちを取ったと思ってないということですね。皆さん、隣の人の方に結婚を取ってどう見てもあなた二十歳でした。嘘をお過ごしでございます。励ましやってください。水回りが汚れ
でそのね、林家の取材に新聞記者だとか週刊誌の記者が徐々に入り込んでいたという謎の現実があるわけですけども、その記者たちの会社に非常に不思議だ不思議だと言われていた雅ねがですね、あの家の台所にある棚だとか漆器は誰が綺麗に作るんだろうね、山に垂れてる食器が
そういう悔しい思いをしたより今からたった一個だけの望みっていうのを考えておかないとダメですよというものに出会う可能性もあるわけです。で、一応ね、たった一回しか聞いてくれない一番個人にどう対応するかっていうのを教えておくなんてもしエンタマンにものすごくやりにした場合でやるとか、たった一回しか聞いてくれないうちでの子供たち、いいですか、このうちでの子供たちに向かってこう言います。いつでも何でも聞いてくれるうちでの子供たちを一個出しておいて、わかりましたか、じゃあこれはなくなっていいの、出てきたやつを使えば人生しようか。わかりましたか、皆さんは今なんと一生懸命使えるうちでのことに絶対に出たわけですよ。わかるのを使ったけど3000円うちでのことにはトイレ掃除をしていると一生懸命お金が回らないって言いました。なんでうちでのことに振ると望みの桃みなんかものが出てくるのかって皆さん考えるんでしょう。そんなメカニズムだから、トイレ掃除をしているとなぜかお金取らなくなりますけど、一時考えなくていいじゃないですか、やれたいんだよ。で、トイレ掃除をしているのに10ヶ月だったのに全然お金がここに1個も入ってこない、全く入ってこないって言いに来たりとか、文句言いに来たりとか、今まで8年から聞いたことない10人になってですね、8年から全部です。で、法則性を見出すのを趣味として自己満生活としては、この8人、9人が半年、10ヶ月トイレ掃除をしてくれてるのにお金が入ってこなかった、全く入ってこなかったってことで衝撃を受けますよね。そしてこの8人、9人に共通してることは何かって、そのトイレ掃除をしてるのにお金が入ってこない人の共通性、法則性を発見しようとしました。その結果分かった共通項、いくらトイレ掃除をしてもお金が入ってこなくなって文句を言いに来たということです。共通項です。つまり文句を言うために文句を言うネタを探す